吉谷さん、5年ってあっという間ですよね。ほんの一瞬の出来事のように感じます。私が隠居してから5年、吉谷さんが鹿児島に行って5年、まあ、同じような形で時間を過ごしてきたわけなんですけども、本当に一瞬のうちに、まあ、やり取りの動画もね、数千本になりましたし、途中、夕空の合宿があったりとかね、他のこともいろいろやりました。商品もお互い、 たたくさんん売ったと思うんですよまあ私はねその吉谷さんほどは売ってませんけどもそれでもたくさん売りましたで即価、えー、塾もたくさん売りましたし吉谷さんもドリアカはねアドバンス含めていっぱい売ったと思うんですよなんせねすぐに過ぎたのに思い出は無限にあるみたいなねでもどうなんでしょうかほとんどの方はすごい長い時間を過ごしてきて5年とか10年経ったのにあれ仕事以外何かかしたかなみたいななみい感じになって ちゃってないかなと思うんですよ。ね、あのどっちが優れているとか、どっちが悪いとか言うつもりはありませんけども、少なくとも私はこの自分の隠居人生を送れて良かったなと思いますし、それ以上の人生はとても見つからないなと思ってますね。ないと2000があって、最近はセルシオが来て、自分の思うものがこうやって目の前にあってね。で、家族子供がいて生まれた。子供は私に懐いてすごく。 楽しい日々楽しい嬉しいそして視聴者さんも熟成さんになり熟成さんは全員ではないんですけどもそれぞれの目標を達成して新しい目標に旅立っていく久保さんのおかげですと何度言われたことか、うん、お前は詐欺だと言う人もいますけどそういう人は大抵熟成じゃないんですよねまあ評価はいろいろありますけども私がやってきたことってのは 自己アフィリエイトによって稼ぐことを確認しそれを人に教えることによってたくさんの人に稼げることを確認していただきそれを膨らましてアフィリエイトにしてアフィリエイトのペースも1万個以上に上がってですね稼いだ資金これを暗号通貨に入れたりとか転売資金に入れたりとか設備投資をしてみたりとか新しいパソコンをね70万もするのを買ってみたりとか日本全国47都道府県熟成さんに会いに行く旅をしたり 海外の熟成さんに入りに行ったり、それでもお金があるんで、投資に本格的に入ったのが2017年。FX は今週もう勝ちまくりでございます。もう FX で私は負けはないと思います。ただし大勝ちはしません。そこまでは求めていないんでね。まあ年間で1000万ぐらい儲けることができればいいなっていうペースなんで、それ以上は望みませんし、それ以上のスキルを欲しいと思いません。あくまでもポートフリオの一つなんで、 目標金額は FX で1000万。それで十分 OK でございます。まあこういうふうにね、まあまさに投資まで私のね、味方になってくれた、うん。投資を学んだ1年間しっかりと、それから毎日相場解説をしながら自分で確かめたわけですね。いやでもね、いろいろありましたね。いろいろあったけども全部一瞬です。ほんと一瞬ですよ。吉田さんも同じですよね。うん。R34 で何回も。 西へ行ったり北へ行ったり南へ行ったりしたはずですけども一瞬ですよね、うん、いろんな思い出ありますねその思い出の大半が動画に収まってますよね、うん、これがね濃い人生でなくて何なんでしょうね長い人生かどうかわからないけどもまだ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 こんなもんだよ短い人生かもしれませんけどもでも一瞬一瞬の間に無数の思い出や出来事が ありますね。過ぎ去っていった人も多い。気がついてみると、お互いこんな動画やりとりいまだにしているというね。うん、まあほんと感慨深いものがあります。今回、R34 の T シャツね、私が上げたやつを着て、動画出てますけども、985話でもう、このリターンズも終わろうとしているというね。次はどんなテーマで、動画をね、撮り続けていくのか。うん 私はね、やっぱりなんかこうね、なんか変わることの大切さとか、変わらないものの大切さとか、両方やっぱりあると思うんですよ。全部が変わればいいと思うんじゃないし、全部が変わらないのもこれも困ると思うんだし。なんか変えるものと変えちゃいけないものを間違えた時に崩れていくのかなと思いますよね。そして何が正解かは誰も教えてくれないんで、本当に手探りで小刻みにバントをしながら。 時には大振りで空ぶってみたりとかトライトライの連続ですねさあ明日も頑張りましょうか楽しんでいきましょうおやすみなさい